もう逃げられんぞ、黒毛のアホ踊り目。観念してわらわの金を返すのじゃ。お前に返す金なんか一銭もないもん。騙されるやつが悪いもん。おのれー、道が。ちょっと待って、リンネ。天中うまっ。ああ、憎すぎてついつい。自分の貧しい心が恥ずかしい。そうじゃ、お礼をさせてほしい。皆をお茶会に招待しようではないか。いいの？すごい。え、ここにいる全員を招待するつもりか？そうじゃ、もうこの金は必要ないものじゃ。わらわは金よりも大切なものを見つけたのだからな。わらわはこの汚れなき天使たちに身も心も救われたのじゃ。金の力で愛人を集めお茶会を開こうという考えは間違っておった。本当にわらわのそばにいてほしかったのはこういう清い心を持った女子たちなのじゃ。この子たちとお茶会を開くことでわらわの夢は叶うのじゃ。リンネ、それでいいのか？いいも悪いも、それがわらわの夢には変わりない。新しい方法に気づいただけじゃ。だったら、私も参加させてもらおっかな。私も参加するわ。お招きいただける？よいぞ、もちろんじゃ。どうして俺たちを